い、伏見稲荷大社です。おみくじは京の地吉っていうのが出ました。よくわかんないですけど、すごいな。あれ、こっちが軽い。あ、ほんとじゃ。向こうが軽い。こっちの軽いの？おお。結構見えなかった。すいません。さっきの重軽いし、楽に金稼ぎてとか思ったらすごく重く感じました。働けということからなのか。でも動く、おみくじ動くなっちゅってたしの。はい、うずらの焼き鳥700円です。じゃあいただきます。これ全部頭から全部出るらしいんで、うおほんま頭からいくか。ほんま鳥ってん形してんな。いきます。うん、あ、骨まで今日バイバイ食える。あ、うん。あ、なんか刺さった。ちょっと刺さった。うん、うん。うん、美味しい。ちゃんと包丁入れて食べやすくしてるんで、うん、丸ごといきます。はい、和牛の肉パン600円です。うん、うまっ。今日は伏見稲荷大社に行って初詣に行ってきまして、そこでうずらの焼き鳥と肉パン、うずらの焼き鳥が700円、肉パンが600円、そしてコンビニで夜ご飯買ってきて、668円、支出合計が1968円なってます。8日までの
預金残高1,095,302円です。はい、今年はどこまで預金食いつぶして生活するのか、はたまた就職探すのか、バイトしだすのか、どうなるか分かりませんが、もし興味が出てきたんであればですね、ぜひチャンネル登録していただきたいと思います。ピロヤンでした。